まだまだ練習が足りないよ。もっと精進しないとね。わかってる。ありがとう。マボーの気持ちは本当に嬉しいよ。でもね、お店で披露するってなったら、お客さんは期待しちゃうじゃない。サービス、ただでやってるからって言っても、評価の目は変わらない。下手するとお店の邪魔になっちゃうから。そういうこと。だから、師匠に認めてもらえるまで、お客さんの前ではやらない。そういう考え方もできるかも。できないよ。家で練習なんて、隣の部屋から文句が出ちゃう。うん。あ、そっか。麻婆には言ってなかったっけ？私、一人暮らししてるの。そうなんだけどね。家を追い出されちゃって。実家暮らしのままだと家事も上達しないし、結婚する気がなくなるかもしれない。で、お母さんが言い出してね。それで追い出されたわけ。楽ではないね。身の回りのことは自分でするしかないから。実家のありがたみが身に染みるよ。はぁ、家に帰るだけでご飯が出てくる環境に戻りたい。たまには楽する日もあるし、お母さんに頼ることもあるけど、基本的にはちゃんと作ってるよ。ちゃんとできるんだからね。麻婆、信じてないでしょ。これでも和菓子職人の娘だし、そこそこ自信はあるよ。いつか麻婆にも食べさせてあげる。というか、もしよければうちに来る？今から麻婆さえよければ。ちょっと遅くなっちゃったけど、夕食を一緒にどう？うん、私の手料理食べてみる？